鶏肉とエビとムール貝とアサリのパエリア作りました。材料はこんな感じです。フライパンにオリーブオイル、先にこれもう塩、ニンニク入れて火にかける。ニンニク色づいてきたら玉ねぎ入れて炒める。玉ねぎがしなしなになってきたら鶏もも肉入れて焼く。アスパラガス入れて焼く。アスパラガスに火が入り入れば取り出す。アサリ入れる、ムール貝入れる、エビ入れる、炒める。カットトマト缶煮詰めたやつ 40cc 入れる。ブロード 300cc 入れる。サフラン水 200cc 入れる。火が入った魚介類から順に取り出していく。パプリカパウダー大さじ1入れる。ローリエ入れる。軽くアク取る。米1合入れてフライパン揺すって米をならす。強火で8分くらいかな。鶏肉に火が入ったら取り出す。強火8分で水分の量がこんな感じ。弱火にして具をきれいに並べていきます。仕上げを意識して、出来上がりを意識して並べていきます。プチトマトも並べていきます。アスパラガスも並べていきます。次に蓋して弱火で5分から6分。6分経ちました。蓋取って、強火にして水分をなくす。汁をなしに蒸発させる。レモン飾って、完成。最後にエキストラバージンオリーブオイルかけて完成。実食、美味しい。レモン絞っとこ全部。こんだけかけても酸っぱくない。うまい。味付けは最初のね、オリーブオイルひいた時の塩を 3g か 4g、 それで一発で決めてみたいな。美味しい。めっちゃ熱い。やけどしそう。めっちゃうまい。めっちゃうまいな。めっちゃうまい。もうちょっと焦がしとって、おこげにしたらよかったな。もうちょっと焦がして。でもめっちゃうまい。めっちゃうまい。簡単でうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。具
具沢山でめっちゃうまかった。ご視聴ありがとうございました。